はい、どうもこんにちは。ガーネルです。さあ、続きの方やっていきますか。まあ、早速だけど、お蝶を倒しに行きますか。久しいな、フクロウのせがれよ。お蝶殿。いや、久しぶりですね。ちょっと噛んじゃっ言ったけてど。くださそなたは。なすべきことをなすのです。いや、1周目ではこの人に本当わにかりました。ボコボコにされちゃったからね。多分3時間以上多分この人と対峙してたら、本当に最後の方ほとんど無根だったしね。 まあこの人のおかげで、まあさて、弾きをするやというろう、せのがが身れについちゃっ殿。ちゃ身についたけどね。伝えるか。さていや、な、一回も死なずに行き惑たいな。わし塗るぞ、せがれ殿。おお、まあ相変わらず攻撃パターンが変わってるとか多分ないと思うんだけど、なんだっけそれ。あー、くそ、なんかそうだね、この人あれなんだよね、クナイっていうやつを投げてくるんだよね、確かね。あー、やばい。これがね、実はアタックチャンスのはずなのに避けれないっていうな。痛いよばあちゃん。いや、それは読めたわ。危ない危ない。やばいな、まだやったばっかやからさ。で、まだ、体がまだ。そうだ、これはね、ちゃんと攻撃できる隙の技なのは覚えてるんだけど。結構削りできたな。まあ一回やってるしね。ああ、ちょい。まあここはもう冷静にいこう。ちょっと待って、なんか早くない？なんか早くないっすか？そんな早かったっけ？もうちょっとなんか、あれ、タイミング合わせやすかった気がするんだけどな。まあ一回も死なないとかっていう謎の縛りやってからな。それがなかったらもうちょっと楽にやれてるだろうに。動きかけえな俺。動きがすごい硬い。よーし、まあ問題はこっからだな。じゃあ今回はもうバチコリともう種なし使っていくから、最初から確かここに出てくるな。いない。ああ、これか。これはこうやってね、やればいいかな。もう最初からもう使っちゃいましょう。あれだな、全部消えてねえな。ああ、微妙に全部消えてないな。めんどくせえな。微妙に全部消えてない。真ん中あたりにやんないと全部消えねえな。うわ、ちょっと。あ、ちょ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 、危ない。いやー、死ぬわけにいかないんだな。あ、危なかった。あれだな、ちゃんと。あー、くそ、この辺がな、強いんだよな。もうちょっと体力を削って、
たまになんか入んない時あるよな。どうせ落ちよう。まあ今日は俺かなり慎重になってるってのもあるけど、やばいな、あれがちょっとなんか忘れちゃったな。あれ完全に攻撃チャンスだけどね。いやちょっと待て、まあとはいってもな、これもなちゃんと分かってればあれなんで、出る前、できる前になんかあれしちゃってんのかな。そんな感じするな。いやー蹴りがあれだな、ひどい。これね、この後あるんだよね、だから切りに行けないっていうか。おい、ばばどうしたよ、この程度じゃ俺はやれるぞ。よいしょ、もう一回か。痛い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 、たまに入んない、これは何なんだよ。痛い。まあまあまあ回復にはまだ余裕がありますからね。いやー種ならしさん、まあ、あのビーム打たれないのはあれだな、かなり。ちょ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 、あーなるほど、シリケンとあんな感じになるのね。まああいつがこれを持ったらシリケンをするのもありかもしれないな。ちょっと今危なかったな。危ない、あっぶね、やばい、このままいけないか、バカ野郎、バカタレ、バカ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 、うーちょっ、バカ野郎、永遠に頼るなお前な。じゃあもう勝とうや。あー一発残ってた。あの少ないな。いやもう勝とうぜ。あ危ない危ない。あいやいやいや、ちょい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 。これでいけたろ。よーし。さらばじゃ。まあ、あんたにはもう死ぬに死にまくったからな。いやー一回も知らずに倒したな。ちょっと結構慎重にやったからねうん。さーて戻ってきたね。いや思ったよりあっさりお蝶は倒したな。うん、死ぬかなと思ったんだけどね、一回くらいは。うん、お前さ、まあなんとか勝てたって感じだわ。お、あれ息子ここに移動してないな。移動してないなって、移動してるな。確かあそこにいたもんね。ってことは俺これ多分知らないな。いやー来てよかったな。何聞けるんだろうね。なんかこのおばあさんについて聞けるって確か書いてあったんだけど。ああ母上、最後まで若様か。いやあんたも一緒に死ぬところだったんかよしかもそれだけか。なるほどね、二人して一緒にここで死ぬよっていう、まあ、最後のシーンを見れるってとこだったね。さあ、次なんだけど、まあ芦田城本城か、まああっち行くって感じなんだけど、まあ、そもそも千宝寺
には先に行かないといけないから、まああっちに行こうかなって思うんだけど、まああっち行くって言っても結局ステロを通って、確か千宝寺行くんだよね確かね。まあだから、まあ、ボスがほとんどいないんだよね確か。七面武者くらいか。うん、まあ、七面武者も言うて行こうと思えばっていう感じだしね。うん、まあ、だからそうだね、ヤリマン、まあ、ちょっと強いヤリマン、まあ、ちょっと道それるんだけど、あーちょっとごめん、そうあっちの方ね、うん、ミコさんが最初に閉じ込められてた場所の方に、まあヤリマンと、あと足立ちがね、まあ自分の最初のところにいたところにいるから、まあ、そっからまあさらに七面武者まで行けるって感じだし、まあ今回その3体やって、まあ、先方寺の一番最初の仏まで行ってやめるって感じかな今回は。さあ、本日お二人目のボスはこいつだね。まあ、こいつよりは結構死んでるんだよね俺。うん、こいつ強かったわ当時本当に強かったこいつ。うん、いやね強いんだよねこの人ね。うん、普通に強かった。うわーマジか、下段か。いや普通にあれだよな、普通こいつは強いよね。あ、痛い、やばいよマジで。たまに切ってくるときと切らないときがあるけど、それは何なんだろうね。見えない見えない見えないよ。まあこれは勝手で見てくれるから。あとはもう終わりだね。まあ慣れたらそんな大して強い敵ではないね。最近ね、最近っていうか終盤になってようやく月をあえて見切り、まあほぼとは言わないけどかなり高確率でできるようになったから、まあやって簡単に倒せるようになったね。さあいたねー、俺が道中のとこに送って哀れな死を遂げてしまった人ね。でまあ今回は、まあ道中のとこに送らないから、まあ、まあ送らないにしてもなんかね結構何どっちしろなんかしょうもないっていうかしょうもないわけじゃないけど、まあどっちしろ知ることは確定らしいね。まあ理由がちょっとあれだね。うん、まあこの先々でわかるけど、まあ、とりあえず話しますか。まこと染み入る美しい。じゃが誰かを乞うようなどこか悲しい寝じゃった。まあ声をかけましょう。誰を呼んでおる、もう一度聞かせてくれ。お主わしは熊野神左衛門と申す。堀回りの見回りを任せられております。堀回りの見回りって言って割には随分おさぼり気味ですけど。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ、これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう、これ以上司祭は聞きませぬぞ。もう一回話しかけるんだっけ。時に忍び殿、この辺りで
三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。そこの三味線の音がね、結構まあフラグっていうか、まあ誰を指してるのかっていうのがもうわかるんだよね、実はね。もう一周目やってるからっていう理由ではあるんだけどね。うん。知る。まあ、知らないと。そうでござるか。これ道中のところ行っちゃうと、忍び衆ならば、まあ、同じ結果になっちゃうからね。もしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。ふう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。まあ今、まあ最初道中のと、一周目は確か道中のところに最初に行ってからこの人に話しかけながら、まあ道中のところに行けばみたいな、そういう選択肢が出たけど、今はまだ行ってないから、まあ知らないと。で、ただそのままにしておかないと、まあこの人のお話進まないからね、別のルートが。まあここは放置という感じだね。さあお二人目なんだけど、多分これ最初話しかけてからじゃないと多分認察できないから。ふん、あやつの言っていたふぬけの狼おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら機会はいくらでもあろうての。ああ、そういえばこいつの死に際はあれだったよな、動画に残せなかったんだよね、間違えて消しちゃってね。こっから印刷いけるんだよね。よいしょ、失敗したわ。よいしょ、よーし。貴様じゃねえよ、俺がお前の探してたやつだよ。そう、こんな感じでね、もうほぼ見切った状態になっちゃって、そう、痛い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 、うわー、まさかお前に初めての死を捕らえちまったか。我が血と共に生きてくれ。もうマジで最悪、最悪だわ。いや、ちょっと、いや、ここ狭いからね。あんまやりたくないんだよね、ここは本当に。ちょ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 、あっ、危ないな。吐くよお前な、終わってくれなお前。痛い、何やねん。誰がお前、せっかくお前死なないで今までやれてこれたのによ、お前みたいなザコになっちゃったよ。まあちょっとザコって言ったらちょっとあれだけど、いやー完全に油断したわ。いやね、たまにあいつこいつね、剣の連撃ね、なんか中途半端にやめてまたやり始めるから、こんな感じで。うん、それがちょっとねうざいんだよね。うん、あ、こんなところにいいんじゃん。あー、なんかあれだっけ、ここに移動するんだっけ、確かお前。ああ、かすかに。だがわしにはわかるぞ。
まるで誰かを呼び泣いておるような。もしやこのわしを。いや、うぬぼれんなお前。また声をかけるってあんね。まあ、一応声をかけとくか。時折、ああ、聞こえるぞ。これ一緒かな、もしかして。なあ、教えてくれ。わしを呼んでおるのか。どうした。ん、ああ、忍び殿か。音をたどり、ああ、でも一緒じゃないね。ここまで参り申した。ほら、かすかに風に乗り、この先の穴底から調べが聞こえるでござろう。いや、全く聞こえません。何も聞こえぬ。ですよね。そうか、わしにだけ聞こえるのか。じゃあ、病院行った方がいいよ、病院。まあ、この時代にちょっと病院って呼ばれるところはあるかわかんないけど。調べを追わねば。あの調べは。ジンでジン。うん、あ、でもジンもちげえな。そんな気がするのだ。時代が違う。もうあのジンとか言ってたから全然話聞こえなかったな。まあいいや。確かここので話聞いとかないとさらに先進まないんじゃなかったかな。覚えてないけど。ちなみにここはあれだね、足の底だね。足の底に通じる場所だね。これ落ちてもいいのかな。お前さん、見投げされるのかい。なんだと。足の底に行きたくば見投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足の底はあっちじゃ。まあ、足はそこは今行ってもしょうがないから、まあ、先に千歩寺行きたいからね。はい、またやらかしてしまったわいや、まあ千歩寺に来たんだけど、まあ、さっきの先ほどのステージにね、まあ、七面武者と呼ばれる、まあ、中ボスがいたんだけど、まあ普通に倒しました。はい、実は一回死んだんだけどね一回死んだんだけど、まあ無事普通に倒すことができて、まあ、こうやってね千歩寺来たんだけど、いやー、まさかの、また一度録画を止めてしまって、録画ボタンを押すの忘れるっていうもうさー、あの辺絡みの話になったな。急になんかあれだな。前もね、そう、この辺あたりだったよね。確か、あの、録画のあれやっちゃったの。まあ、言うて、あの、七面武者だけだったから、まあいいんだけど、まあ、てな感じでね、幻王朝と、まあ、ヤリマンと、足立ちと、七面武者を今回やったって感じだね。うん、いやー、まあ本当は死にたくなかったけど、まあ殺されちゃったね。まあその気が緩んでか知らんけど、七面武者にも一回死んだしまあこっからデスカウントなるべくしないようにね。うん、2周目だからね、言うても。ハードモードにもやってないし、だからそんな死ぬ要素あんまないんだけど後半はね、まあ死ぬ要素バンバンあっても、この体力でも普通に死ぬ要素バンバンあったから、まあ、後半はいいんだけど、まあ、前半だからね、言うて、いやー、ちょっとあれだけどな、まあ、悔しいけど、まあ気持ち切り替えてね、ここからはまあ一回も死なずに頑張ってやっていきたいですね。で、まあ次はね、ここから千歩寺から始めていくって感じかな。まあ小太郎とかっていう NPC もいるし、結構中ボスもそれなりにいたっけ、それなりにいたっけ、そんなにいなかったか。
道取りが長いのか。まあ、だからどうな、まあ、かなり、まあ、2つ、2回くらいに分割されるかはな、わかんないけど、まあ、てな感じでね、やっていきたいと思います。いやー、申し訳ない。こういうのなくしたいんだけどね。てな感じで終わります。さよなら。